突然ですが、ひなこちゃん、今までのそばで満足ですか？満足も何もどこのそばもあんまり変わらないと思うんですけどね。いやいや、このそばを食べれば違いが歴然ですよ。信州白馬、地元素材にこだわり豊富なメニューで訪れる人を満足させる信州ダイニング。今回ご紹介する信州ダイニングの自信作がこちら、塩の道エゴそばなんです。その昔、長野県白馬村に日本海から塩の道という古道を通ってきた海藻エゴノリ、古くから冠婚葬祭に食されてきたエゴをつなぎに使用したのが今回ご紹介するエゴそば。実はこのエゴ、健康食品として注目を集めるフコダインが含まれ、これをつなぎにすることで低カロリー、そして寒天のような弾力性を実現。一口食べればほのかに香る磯の香り、これまでに食べたそばを覆すほどの独特の歯ごたえとコシ、滑らかな口当たりと喉越し。そばで村おこしをしている白馬村で開発から3年の月日をかけてついに完成したのがこのエゴそばなんです。しかも今回がメディア初登場です。これはまさに絶品。スタジオの2人はもう待ちきれない様子ですよ。これがメディア初登場の絶品エゴそばですよ。見た目は普通ですよね。じゃあ早速いただきます。どうぞ。歯ごたえがしっかりしてて美味しい。こんなおそば初めてですね。磯の風味もふんわりとして美味しい。そうですよね。独特の香り、歯ごたえとコシ、そしてツルツルの食感、あなたもぜひ味わってみてください。これまでのそばの常識を覆す史上最高のそばがついに完成しました。信州が生んだ奇跡の味わい、信州ダイニングの渾身の自信作、超絶品塩の道エゴそばをうまいもんテレビ価格2400円でのご提供です。一口食べれば違いは歴然。くー、もうたまらない。ぜひ一度お試しを。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 まで。お電話お待ちしております。